同じ戦勃発するや、昭和12年9月11日、国民精神総動員演説会の第一声として、時の首相近衛公は、事変完遂と昭和100年の体系を鮮明して、全国民の覚悟を喚起したのであった。このことから、我々は今日、これを解決せなければ、我々の子孫がさらに大なる困難のあまり、いずれの日にか解決を必要とするものである。またしていながら、この日本国民の歴史的大事業を、我らの時代において解決をするということは、むしろ今日、危険を受けたら、我ら同時代国民の光栄である。この生命の大理想を進む帝国、またこれを助けて、15年3月30日、万民官府のうちに国民政府の堂々たる中央政権、ここに出現。真摯な建設の大支柱は、かつて固く仕立てられたのである。陰謀の横糸と実数の縦糸とが綾に織りなす前衛の世界制覇の大野望を断固みじんに打ち砕き、新しき秩序もて新しき世界平和を自立戦とする高き理想に結ばれた日独伊三国の高き帝名は、遠く昭和12年11月6日、日独伊三国防共協定に早くもその第一歩を踏み出したのである。民族自決の大敗を完全推し進めんとする明報ドイツは、昭和14年9月3日、ついに英仏と感化を交うるに至り、イタリアまた翌15年6月10日、英仏に対して宣戦布告を成した。我らは機関、愛国熱血に燃えるムッソリーニ首相の第一志向。Permanente credo. In questa immane battaglia, tra loro e il sangue, il suo tutto, così come l'anno di 1970, ha scelto il terreno.